皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌絵です。今回は、全中国船が会場でこす然ぜんと消えた。日本が報じないそのやばい理由とはということについてお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定、ベルマーク、チーンってお願いします。はい、今日も えー、官房機密費のスポンサーでお送りされていない真面目なニュースを皆さんにお送りさせていただきますけれども、えー、今回のニュースはですね、この AIS という船舶自動識別装置を、えー、中国の船も搭載しているはずなのに、それが突然と海上から消えてしまったということで、まあ結構そのね、えー、ニュースに あのアメリカではニュースになっています。この船舶自動識別装置はですね、まあ、国際条約でその搭載が義務付けられていてですね、えー、国際航海に従事する300トン以上のすべての船舶、すべての旅客船、国際航海に従事しない500トン以上の貨物船というのは、この絶対にこの AIS の船舶自動識別装置をつけてですね、こうずっと電波を出しておかないといけないんだけれども、 どうも、それが消えたようだということがニュースに出ているので、ちょっとニュースね、えー、簡単に訳したものを読んでみます。中国の海域の船舶は産業追跡システムから消えつつあり、世界的なサプライチェーンにとってさらに頭痛の種となっています。中国から、中国が世界から孤立し、外国の影響力に対する不信感が深まっているのは、それが原因かもしれません。 アナリストは中国がデータプライバシーを支配する法律を制定する準備をしているので10月末にかけて出荷トロフィックの減少に気がついたと言います通常出荷データ会社は AIS トランシーバーが装備されているため世界中の船舶を追跡することができますこのシステムにより船舶は高周波無線を使用して海岸線に沿って 基地内の局に位置、速度、コース、名前などの情報を送信しています。船がこれらのステーションの範囲外である場合は、衛星経由で情報を得ることができます。世界第,の第2位の経済大国の中国では起こっていません。過去3週間で世界の出荷データプロバイダー、ベッセルズバリューのデータによると、 同国から信号を送信する船舶の数は9割減少しました。ベッセルバリューのヘッドアナリスト、シャーロット・クックは、現在中国では地上 AIS 信号が業界全体で減少していると述べたというふうに報じられていてですね。いや、これ普通に国際法違反じゃないですかっていうことが、えー、起こっているんですよね。で、この 新しい法律、中国で法律が施行されてですね、その新しいデータ法が、あの、始まったので、中国はその、中国の法律に従わないといけないから、あの、国際条約で取り決められている AIS のトランスフォンダをどうも切っているんじゃないのというふうに言われています。で、この CNN ニュースはですね、えー、中国に問い合わせをしてですね、 AIS のステーションの信号を止めてませんかということを聞いたらです、ねえー、外務省は国際法にあの従ってえあの正常に動作していますという返事をしたらしいんですけれども、ただ、あの船舶の、ね、情報はあの通信経由ではどうも入ってこないので、えーその、海上データ会社は非常に混乱しているということなんですよね。 でこのなぜこのデータが消えてしまったのかということの犯人探しをアナリストはしているんですけれどもどうも中国の個人情報保護法が今年の11月1日に施行された頃から AIS のデータが消えたんでこいつが犯人じゃないのかなっていうことを言っているんですよね。 でこの,その個人情報保護法自体はですね AIS のデータについては言及してないんですけれどもどうも業者側がこの新しい法律、個人情報保護法中国の個人情報保護法が施行されたということで、まあ、中国の、ね、海域に入った時にこの国際法上の,の、ね、AIS のデータを あのね、送信していいんだろうかということを迷った上こう切ってるんじゃないのみたいなことが言われているそうですで、まあ、これもニュースにあるんですけれども、海運会社の社員は、この AIS のトランスポンダーの送信を、ですね国家安全保障当局の指示で、11月初めに中国の海岸線に沿って基地から取り除かれたというふうに。 答えたというふうに、えー、報道されていて、やっぱりそのさっき中国のね、あの、外務省が CNN に答えたあの回答ですよね。国際条約に従ってちゃんと正常に動作していますって、あれなんかやっぱちょっと嘘じゃねえのみたいなね、ふうに、えー、言われています。ただし、その衛星からの信号をキャプチャーする方はできるみたいで、そのち地上局、 の方が閉鎖されていてい、まあ、宇宙で収集されている衛星情報なんかからは、えー、情報は取れているみたいなんですけれどもその海岸に近づいてくるとですね、えー、より正確な位置情報を取ろうと思うとやっぱり地上局からの情報が必要になってくるのでそれがなくなっちゃったよっていうのは、えー、すごくデータ会社あとはその流通関係の会社は困っちゃって。 これで、まあ、何が一番困るかというともうすぐクリスマス商戦で、えー、もうすぐねあのもっとこう中国からいろんなものが出荷されてくるっていう時にその船舶のデータがないっていうのがかなり、えー、混乱を引き起こすんじゃないのかなっていうふうに言われてるんですよね。でその世界で最も混み合う10の港のうちの6個が、まあ、中国にあるので。 今で、も十分大混乱なんでですすといいう,うに言われていますでこれ何があったのかなということをちょっと考えてみるとですね、考えるというかね、まあ、ちょっと中国にちょっといろいろ聞いてみたんですけれども、あの、まあ、個人情報保護法が施行されて、まあ、中国は、まあ、中国独自の あの自動認識システムを構築してそっちに切り替え始めているんだとね、いうことを言っているんですよ。それがちょっとほ、その中国にまで行って確認できないんで、えー、どこまで進んでいるのかわからないんですけれども、もうそのね、欧米が決めたそんなね、条約、国際条約に従うよりも、中国の方が世界のそのね、 あの船舶を多く握っているんだから中国のシステムに世界が従うべきなんだよというふうにどうも中国側は考えているようです。でそしてこれ船だけじゃなくてですねどうもあの飛行機ですね航空会社の方もですね、えー、今後はこの位置情報をその国際条約にのっとって飛行機の位置情報を出すのをやめて中国独自の方の方式に 切り替えていこうとしているんじゃないのかというふうに言われています。で、その背景がですね、やっぱりそのトランプがいなくなってバイデン、アメリカがバイデン政権になったんで、えー、今のうちにやっとかないとあの、ね、またトランプが戻ってきたらできなくなっちゃうんで、バイデンのうちにやりたかったようだというふうに言われています。でもやっぱバイデン政権はね、あの半導体では結構ね、 あのゴリゴリいっているんだけれども、やっぱ他の部分はねあの、中国に対してはかなり軟弱に見えますよね、ほ,ほぼ、まあ、中国より。で、半導体もバイデン政権が頑張ってるというよりかは、 その自動車メーカーとかですね、そのあと半導体メーカーの企業側がなんとかしろみたいな風にね、バイデン政権を突き上げているんで、まあ、半導体の世界は、まあ、どちらかというとあの、中国とか台湾に対してちょっと懐疑的な対応になっているという感じですよね。で、そ4つ目ですね。で、その中国型の認識システム。 をまあ中国独自のために作ってるだけではなくってこれを国際標準化して国際基準にして自分たちの方式を条約にしてえ中国に入りたい船はその中国式に切り替えなさいということを裏で進めてるんじゃないのかっていうふうに言われてますで一番なんかねおかしいなと思うのは日本のメディアが全くこれを報じていないんですよね。 これなんで報じないんだろうっていうことをねいろいろこう調べていくとどうも中国が構築しているその独自の,その認識システムですよね船舶のアイデンティティの認識システムは日本から技術が出てるんじゃないのっていうふうに言われていてでも本当確かにあの会社とこの会社かなみたいなのが結構あってですね、えー、それを こう日本が代々的に報じるとですねアメリカに「お前何やってんだよ」っていう風に突っ込まれたら嫌なので、えー、どうも日本のメディアはしらーっとあしらを切ってるんじゃないのかという風に言われています。ということで、えー、本日もありがとうございました。じゃあねー